皆さんこんにちは、衆議院議員の原口和郎です。やっとですね、一息ついたんで庭に出てきました。じゃあクイーンエリザベスですね、1800円の5個買って、うちはやっぱりピンクバラがダメなんですよね。ピンクバラ全部赤でしょ、ほとんど赤。うちのピンクって言うとコウコさんだけなんですよね。あのクイーンエリザベスも、それからなんだっけ、ピエール・ド・ロンサールも結構難しいんですよね。っていうかもう他より優しいはずなのに難しい。だからちょっとクイーン・エリザベス5つ買って、去年全部全滅したんですよね。それからラナンキュラス・ラックス、やっぱり病気してたから、うち70鉢植えたんですよね、分球して、あの冷蔵庫とかにも入れてて、でそれを、まあ、ガンが寛解した後に、植えたんですね。でこうやってこれ出てますよね、これも出てる。でここ出てないでしょ、ここも出てない。隣のあのあれに侵略されてるんだけど、でどうなってるかっていうのも、ついにじれて見てみたんですよね。そしたらもう本当にもう涙が止まらんというか、むごすぎるというか、まあ、この辺はね、まあ、成功してますね。この辺は成功してんだけど、ラックスじゃないですもんね。ラックスはこれなんですよね。これも後々のために水が多すぎたんでしょうね。これもう死んでますね。これだいたいこうなってるんですよね。あそこは乾いてるから、あっこから出てくるかな。これだって 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 もあるのにもうダメですよね。約3年かけてやったのがこれでおじゃんですね。ラックスの、ラックス王国がなんと崩壊。そしてラックスの失敗見本市になっちゃった。いやー涙出ますね。まあでも植物っていうか生き物はね、こういうものなんですよね。生きてるからやっぱり手がかけられない時間があったら辛いですね。かわいそうなことをしましたっていうか、雨に濡れすぎたんかな。だからもう第一園芸の社長に言わせると、もう堀屋玄界おかやってそのままでよかったよって、なめくじに食わるやなかですかって思うけど、まあなめくじに食われる確率より、こうやってあの掘り上げて失敗する確率の方が高いかもわからんですね。なめくじ余計をしとけばいいのに。まあでもこの子は綺麗にもう見事にまた復活しましたね。でがんにかかる前に衝動買いしてダメだったこの子たちはダメですもんね。3つ枯らしちゃってる。本当に難しいですね。あ、ピンクバラでうちで唯一優秀なのはこの子ですね。このストロベリーアイスっていう、もう見るからに美味しそうな名前、ストロベリーアイス、これですね。もう全部赤バラなんですよね。まあ赤バラが人気だからいいんだけど、僕も赤いバラが好きだけど、これドンファン3号、ドンファン4号はもう木に埋もれて、あんなに高いところまで葉っぱを伸ばさないと光がもらえないからですね。この東京の氷川公園にあるチェリーポニカ、これは この隣のこの子をあげてあげたら急に元気になりましたね。やっぱりあのお互いにやられてたんですね。ネギ、明日このネギ取って食う。ジニア、百日草、これも大量に種があったはずなのに
やっぱり病気するとね、こういう風になっちゃいますね。で、こっちはどうなってるかというと、今日はまあ不流の方々が来ていただいて、あの清めていただいたからですね。でもうそろそろこのクレマチスも挿し木にして、まあ、あの子はまだ元気に咲いてますね。なんだっけ、あれクレマチス見えん目がある柿をまだ花咲いてますもんね。素晴らしい。いや咲いてないか、あれ、あもうさすがにこれもでも挿し木にしてもうちょっと増やそうと。あーこっちは行けなくなってる。ニョロニョロゾーン、これチューリップですね。チューリップで、あークリスマスローズ2個、植え替え失敗、2個植え替え失敗。こっちは本当に今年は宴くんをものすごく切り詰めたんでまだダメですね。でもその代わりこれ、あこれピエール・ド・ロンサールかな、ピンクバラ頑張ってますね。すげえ。おみかん、お切れてます。え、ピンクバラのところから切れてます。ピンクバラから切れてる、ちょっと、うん、今も切れと、携帯でもパソコンでも切れてます。あ切れと、うん、切れてますね、うん、この辺です。もう一回バッて、数の増えよっばって。だからラックスで生き残った子が俺来てる。頑張ってくれたまえ君、もう君が唯一のじゃないですよ今頃。泣きますばい。おみかんじゃまた切れた、切れた。Wi-Fi 来た方がいい。